近藤って地味にヤバくない？セパ両リーグ唯一の OPS900 台、しかもパリーグには800台すらおらん。地味にヤバくないか？それ以外のパの球団雑魚すぎやないか。ね、首位打者は取れましたか？いつまで未来の首位打者や年末元号なんかあっさり取ったぞ。トンブーもな、史上最高打者やろ。やばいのは球界の打底なんだよな。日本に残ってるのが吉田以下しかいないってどうすんだ。なんで5番なの？出塁率高いんだから山川の前に置くべきでは。今のパは近藤に対抗できそうなのが清宮レイエスしかいないという異常事態や、清宮レイエスは規定には乗らんから近藤和人勝ち。野球の歴史で唯一の4割打者という事実。最下位のチームからエースと主砲を奪って取った1位。近藤5番で使うの敗退行為すぎる。何十人が1位のチームに偉そうに講釈しだれるなら間違っとるんやろな。当時高い買い物とか言ってた他球団ファンは見る目なかったな。近藤は地味にヤバいんやない？ヤバいのに地味なんや。今までの近藤の成績で十分7億の価値あったのに、なんかそれよりパワーアップした。まあ近藤以外強打者って思いつかんし、中リーグ、パリーグとか有原がトップレベルの底辺リーグでこの程度しか打ててないのヤバすぎやろ。オースティンはこのまま欠場なくいけば規定乗るけど、成績維持するより出場続ける方が難しそう。ご視聴ありがとうございました。